それでは、いただいたメッセージをご紹介しましょう。はい、今日のワックステーマは、えー。このルールを改正してください。うん、ええー、マラドーナさん、四十三歳の男性の方ですね。はい、ええー、僕が変えてほしいと思うルールは、散髪屋さんのカット料金です。僕の頭は山広さんみたいな感じです。カット時間、シャンプー後のドライヤーは、他の人よりはるかに短時間で済むのに、うん、料金は一般料金を支払っています。ハゲなら、ハゲ料金を作ってもらえる、うん。なるほど。確かに。でも、ハゲ料金のおかげ。 いつからこの量やったハゲ料金ちのは分かれへんもんや。あの、怒りませんか?。うん。カット、パーマ、ハゲ。えっと、ハゲなんで、ええ、三百円引きでっていうだけに怒りません?。人間。ハゲっていう言葉。そうそう、ハゲっていう言葉じゃなくて、別の。薄毛とかですか薄毛も一緒ですよ。うっすら。うげ、うっすら。カット、パーマ、うっすら。一緒。 ヘアレスっていういいかもカットパーマヘアレスあっ何かちょっとおしゃれな気がするヘアレスあスキンっていうのもいいかもお客様ヘアレスという誰がヘアレスじゃんってでもいいかもいいかも横文字やったらちょっとおしゃれな気がする女の人もあるでログシャさんも言われるかもしれないでも上の方ヘアレス適用できますけどって言われでもそう言われたらあじゃあ適用で割引になるなら割引になるなら嬉しい普通のヘアレスは2割ですけど 八割あそんな言ってますかでもいいですか女性は多分いいんじゃない男性の方がプライドというものが見え隠れしたりするじゃないですか山博さんぐらい割り切って生きてる人ばっかりじゃないですかね西君あたりやったらもう目向いて怒りそうでしょ誰が言ですつや言うてくれたらまだよいこちらですラジオネームアップルパイさんです主人の実家のルールに所得再分配というのがあって稼いでる人が稼いでいない人に 年末お金をあげるというのがあります。うん、主人は三人兄弟の末っ子なのですが、上の二人は離婚した上、働かず家にいます。義理の父も退職がアルバイト程度なので、共働きの私たち夫婦がみんなにあげています。<ー>主人は納得していますが、私は許せない気持ちです。こういうルールはなくし、働かざるものを食うべからずに変えたいです。いや、なんかひどいルールですね、これ。そんなんねんね今だけな。 これでもまあ生活保護でも一回当社はねまたあと<ー>もらえるた、ね、だ今ただでもらいだしたらなやっぱり元人間ってそうやってなっていくようなこ、ね、とになりますけどもそれで本当にね税金やからなこれまたな<う>で<題>ほんまに困ってる人がねそうもらえないっていうい、ね、ラジオネーム D ちゃんさんですねはい、うんえー、私も今子育て中の二児の父ですと、はい、まあこれから6社、えー、さんも経験すると思いますがうん、うん、改正してほしいルールそれはおむつの 販売に関してですなるほどまだ私の子供はおむつを使用するんですが、うん、あるメーカーのおむつが一番よく先日買いに行きました、うん、そこで見てしまいました、それはそのメーカーのおむつを持てるだけ持っている人たちが、すべてのレジに行列になって並んでいたのです。うん、中にには店員さんに頼ん頼で、うん、え搬入用のカート 5と購入してる人もうん、うん、話し言葉を聞いたら中国の人たちでした<あ>私たちは開店、えー、<laughs> してすぐ行ったのですが購入できませんでしたお店側としたら売れたらいいんでしょうけど 1>, 1人何個までってことになりませんかね ほんまや爆買い、爆買い言うてるけどね、本当、これはきあの中国の人が悪いわけでもなく、まあ、この方もちろん悪いわけでも、ね、な企業ちょっと気付けなあかんのがね、これいつまでも中国がこのバブル続くわけじゃないよ、そうですね、ほんなら、この中国のバブルが例えばこう、例えば、まあ、今、円安やから来てるともあるやんか、うん、どう変わるか分からへんけどでしょ、変わった時にね、やっぱりピタ,わわ、ね、ピタッと終わった時に、俺らそんな嫌な思いしたら、この方もそうやけども、もうその店いかんとことなるわけよ。ななるなる そうなった時本末転倒でしょこれ飲食店でも今そんな感じですもんね中国の方が今たくさん来てるから<な>まあね潤ってるけどそれがいらっしゃらなくなってなった時に我々日本が日本人も行かない癖をつけてたら、うん、行かなくなってしまいますもんねんままある程度のやっぱりその辺もさっき言ったみたいルールが必要なんやなこちらです、えー、ラジオネーム春霞みさん65歳の女性の方です、えー、世間体を考えて お墓や法事のことは、長男がするものと言ってる人がいます。しかし、こういうことって、経済的に少しは余裕のある兄弟がしてもいいのでは。<laughs> 何でもかんでも長男のすることっておかしいのでは。両親の遺産は平等に分けるのに、長男だけがしなくてはダメなのでしょうか。ああ<ー>。日本人、ごらん。らまあ、ただ、お墓の場合は、結婚したら、もうその長男以外は入られへんから。そういうこと。そ,そのための、まあ。うん まあ、新しくお墓作るってそのほお金かかるってことだから、でもお墓事情もほら、ぱらから聞いたら、すごいこう土地もさ、高いしさ、もうほんまはな、もうお墓って、もうこれから少子化になってきたときにさ、もうどん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 ほら、もう無縁仏みたいにな,なってくるから、うん、ちょっと考えながかね、俺らも豊かって、と、じゃあ50年生きれるかって言ったら、もう生きられへんでそういうういいお墓というか例えばあの。 樹木の下にとか、こう、うん、まと、まと、ね、そう、そう、あの、あ、というか、そういうちゃんと土地があって。お金を払って、そういう供養してもらうっていうのも、今に、女性に人気で。黒さ今から回答してくださいよ。何を。そのね。うん、その、粉骨して、海に撒くのか。うん、その、どこ、どこにするのか、うん、まあ、これだけの。 お墓には入れませんからねあれだんなた四男坊なんですからそ,うかそんなことない入れるもん入れる結婚戦でも無理なんですかあれって入れるよ別に。結婚へんかったら入れる別に入れるって言って四男坊は無理 <laughs> なんで四男坊だけ無理やん、ね、そんな差別あるかお前でも長男さんがやっぱりその支払いやん <laughs> 俺もこうあお墓建てた時金出しとんねんお前それはそれこれやそれはこれかお前 <laughs> ちちゃえないんさんですね、うん、今更なんですが、えー、女性専用車両を何とかしてほしいです、うん、女性はどの車両でも乗れるのでいいのですけど<ー>男性は乗れる車両が少なくて不公平ですいっ、うん、そのこと同じかだけ男性専用車両を設けるか乗車料金を割引してほしいですだってもともと迷惑行為が多いからっていうことでしょそうですね別に嫌じゃないけどなあのそっちのほうがもしねあの あれがあったら、うん、あの恩賠じゃないけどそういうのも防げるっちゃ防げるやんな。それがあるぐらいやったらいっそのこと分けられた方が。まあ、まあまあね。女性差別女性差別ってちょっと言い過ぎやな。うん、何でもかんでも。うんでもちょっとそれは気になるわ。自分の。角はね、角は良くない。でもさ優遇されてることには文の言えへんや、ね。いつも言うて <laughs> レディスデーとかでしょ。優遇されてることには文句言えへんのにそれ事自体はおかしいやろうとろ。<laughs> こちらです。ラジオネーム。えー、ナななちゃん、旦那さんと一回はしたんやねさんですね。<laughs> えー、ナななちゃんおめでとうございます。我が家は嫁と21歳、17歳の娘との4人家族ですが、2> 娘2人がお父さんが入った後のお風呂に入るのは嫌だと言って、私が毎日最後に入っています。そして最後の人が風呂を洗うルールになっているので、はい、寒い夜は湯冷めをしてたびたび風邪をひきます。風呂に最後に入るのはいい いいですがせめて次の日の朝に嫁がお風呂洗ってもらえないでしょうか専業主婦なんですから私は六畳置きで出社しているんですから <laughs> そんなことお前家庭の問題ちゃうのそれはもう完全に奥さんの問題ですよあそう奥さんが子供さんにそんなことを思わせないような教育したい方です奥さん自身が旦那さんにそうやからね<私>娘さんもそうなるんですよだから奥さん,さんとかならなかったでしょ うちお父さんを汚いっって思ったことただの一度前一回間違えて歯ブラシ使ってしまったけど何とも思わへんかった、えー、それぐらいちょっと何とか思ってもいいですけど<笑><笑>それぐらい平気<然>いやうち嫁もお父さんのことをそんなふうには別に思ってないからこれもう教育やと思う,そう,うお母さんめっちゃ思ってたけど、ね、でもほんまにお風呂入らへんかったからな <laughs> うちの旦那とかだからほんまにお風呂入らへんから。 そうういのはだから子どもの教育上よくないですよねお風呂入って寝なさいとか歯磨きなさいとかねただもうほんま不吉丸出しやんそう言い方言い方いやでも嫌ですよ怒らなあかんでロッうかでも親なんねんからでもだって汗もとかできたらいやでもそれが結局今やらが言うてるみたいにだからよだからそのたイプ誰がだからよやお前 <laughs> 何ため口の前だからよやあれかからだからだだよ誰がだからよや <laughs> そのためにも入らへんかったらうんてんそういうもんじゃなくて <laughs> そういうので「嫌い嫌い汚い汚い」だったら、うん、子供に遺伝子が伝わって「お父さん汚い」っていう、まあ、運の月きが言い出すわけやんかそうでしょ,そ,でしょそうなったらいけないじゃないですかやっぱお父さんは汚い,汚いと思うのはよくないだけど実際お父さんは汚い、うん、でもどれぐらい汚いのあやら な不潔丸出し <laughs> そこまでは汚くないない。一応毎日は入ってます不不不潔潔潔チーム中にさい <laughs> <laughs> うちの親族で暗黙のルールがあります。結婚式に呼ばれた際は10万円をご祝儀に出さないといけないんです。おいおい昨年は、えー、老おいやめの結婚ラッシュで合計90万も出してました年収、ね、500万ちょっとで25年老を抱えている私にとってかなり痛いです。万が一夫婦で招待されると20万円を出さないといけないので、何かと理由をつけて私だけの出席で勘弁してもらっております。本当何とかルールを変えてほしいのですが、ただまだ小学校低学年のうちの子が結婚するときに金額が変わるのも嫌だし、悶々としております。 も大きいね、でもうちも親戚関係一律そうですねせやなこれ行ってこいの問題やけどでもうちは3人あんた1人とかそれ言うたらお年玉も全部ですもんねそう入学祝いから、ね、とかもお年玉だからそういうのがい,いでも子供は逆にそれ嫌なんじゃないの<も>うまいもん壊したら何のもんかあんねんって言って,言っって言肉もカニもそれはもうのもうま電気代も変わっとるしよだ子供はこうなんてどんな感じになるの俺の周りにはけえへんん <laughs> うるさいっていうからあちっとけっていう嫌われたさあどうしましょうかたくさんいただきましたが嫌われたこ子供に嫌われるなんちっとも怖くないもうもうよりつかんでよしかそうでしょうお年玉は楽しみや金もくれへんただなにみ聞かしてるおじさんだって不機嫌にね期限で飯やってるやな飯は食べれるんですよのてそがきゃ出ていけお前はホンダが誰の子かわからん ありき起こってる。揉める揉める揉めます。良き者なんだか子供もまれたと連れてきてくれんな女。うん、連れてきていいならお披露目はぜひ。ああ、そう。うん、いいおぶし。はい。落としたりとかじゃごめんな。さあ、誰にしましょうか。どなたにします。あのお風呂を最後にあなた。そうしましょうか。日の読むなんでね。はい。あの三千円で美味しいものでも食べていただけたら。はい、差し上げましょう。三千円で何を食べれるかね。今日のテーマはこのルールを改正してください。たくさんのメッセージをありがとうございました。